ミハイル一世キルラリオスは、正教会のコンスタンディヌーポリ総主教。ミハイルは中世以降変化したギリシャ語、現代ギリシャ語の読みを反映した転写で、古典ギリシャ語の再建音風の転写をすれば、ミカエル一世ケルラリオスもしくはミカエル一世ケルラリオスとなる。ミカエルケルラリオスとも表記される。コンスタンディヌーポリに生まれる。ミハイル一世キルラリオスは、 ローマ教皇レオ九世と、西方教会の東方教会と異なる慣習、ことに無発行パンを生体礼儀において使用する、西方教会の慣習について、論争したことで知られる。また、1054年の東西教会の相互波紋時のコンスタンディヌーポリ、総主教である。ミハイル一世の時代、東ローマ帝国は、コンスタンティノス九世モノマコスによる失政や、 コンスタンティノス旧世没後の内乱などにより衰退していた。このため皇帝イ跡キオス一世コムネノスは朝税を強化し皇帝が与えた教会の財産を没収するに至った。総主教ミハイル一世はこれに対して反発したが皇帝により逮捕された。こうした強行策は教会及び民衆から皇帝が反発を買う要因となった。帝国が混迷を深める中、 ミハイル一世は1059年に英明した。キリスト教諸教派の成立の概略を表す樹形図。さらに細かい分類方法と経緯があり、この図はあくまで概略である。現在のアギアソフィア大聖堂の夜景。周囲の4本のミナレットはオスマン帝国時代にモスクに転用された際に付け加えられたもの。1054年に総主教ミハイル一世が、 教皇レオ9世に対して宛てた手紙の中で、差出人の称号は、全地宗主教と記載され、ミハイル1世が教皇であるレオ9世に対し、父ではなく、兄弟と呼びかけていたことが、東西両教会館の争点となった。全地宗主教の称号は、ローマ教皇の絶対的な権威と権限を、犯かしかねないものとして捉えられ、また教皇を、父ではなく、 兄弟とコンスタンディヌーポリ総主教が呼ぶことを認めることは、これもまた、ローマの権威を損ねるものとして捉えられたからであった。こうした状況下で、ローマ側の施設として、コンスタンディヌーポリを訪れていたのは、数機教フンベルトであった。フンベルトは、ニケアコンスタンティノポリ心情における、フィリオク問題、すなわち精神が、父からのみ発するとする文言を用いる。 東方教会と、聖霊は、父と子から発するとする文言を用いる、西方教会との間の論争において、東方が勝手に、フィリオ家の語を削除したと強く主張し、ミサにおける東方の執行形式を非難し、東方における新品の再退を批判し、さらに、ローマ教皇の絶対的な権威と権限を主張するなど、熱烈なローマ教皇史上主義者であった。ミハイル一世は、 フンベルトに会うことを、政法の政治的理由に対する疑義から拒絶し、数ヶ月にわたって会見の機会を与えずに、フンベルトを待たせた。ここに至って、レオ9世がすでに3ヶ月前に営民しており、波紋を行うことは不可能であったにもかかわらず、フンベルトは、ミハイル1世と、その同調者に対する波紋状を、1054年6月16日に、 コンスタンディヌーポリ総主教の座所たるアギア、ソフィア大聖堂の宝座に叩きつけた。その際、アギアソフィア大聖堂の一人のタスクサイが、大聖堂を出て行ったフンベルトを追いかけて取りすがり、破門状を持ち帰ってほしいと懇願したが、聞き入れられなかった。これに対して、ミハイル一世は、フンベルトと、その一行に対する破門を宣言した。これは、ノルマン人への対抗のために、 東西教会の関係改善を模索していた皇帝、コンスタンティノス九世モノマコスの意に反するものであったが、結局のところ、ミハイル一世とコンスタンティヌーポリ教会側のローマ教会への対抗措置を皇帝は抑えることはできず、フンベルトを中心とするローマ教会側の施設団の説得にも失敗した。詳細は、 東西協会の分裂を参照。この相互波紋が東西協会の分裂を確定したと言われることが多いが、すでに述べたように、この波紋は以上の自由につき、東西協会の分裂がこれで確定したと考えるのは難しく、東西領協会のこの時点での波紋は有効だったのかすら疑わしい程度のものである。すでにをめぐり、東西領協会の距離は広がっていた。従って、 1054年の当該事件については、あくまで東西協会の相違を象徴する、わかりやすい事件の一つといった位置づけが妥当であろう。東西両協会の分裂が決定的とされるのは1204年の第4回十字軍がコンスタンディヌーポリを攻略、占領した事件においてである。なおこの相互破門は1965年に東西両教会双方から解消されているが、 未だ東西領協会の総合量清をは実現されておらず、このことも総合波紋を東西協会の分裂の決定的事件と位置づけることに疑問符。ありがとうございます。